お疲れ様です。まあ、ある程度ね、情報や知識がないと一定のレベルの理解は進まないのかなっていうところですね。よく簡単に説明してっていうことがあるんですけども、簡単に説明してるのに簡単に説明してって言われるとちょっとうっと言葉に詰まりますよね。だからある程度聞き手のことを高く見積もってしまったのかなという人の見る目のなさというかね、このぐらいなら理解できるだろうと思って投げたボールがこのくらいじゃなかったってことに気づかされることが結構あってですね、なんか別に高く鼻をくくってるわけではないんですけども、私は人のことを高く評価してるんでしょうね、きっと。でも評価される方は全然そんなレベルに達してなくって、まあ、むしろそれがね、嘲笑、いわゆるバカにされたように感じるんですよね。それとも相手のことを低く見積もった方がいいのかなとか思っちゃうんですよ。もうこのレベルじゃないと理解できないだろうみたいな感じでね、よくできましたねって言った方がいいのかなとかね、まあ、そうバカにしたもんではないと思うんですけども、私はだからね、人のことを高く見積もって、信頼して高く見積もった方がいいのか、これはダメだと、じゃあもうちょっとレベル落として話してあげたらさすがに分かるだろうみたいな感じで、いわゆる下に見た方がいいのかね、ここもなかなか解釈に戸惑うところですよね。簡単に説明してって言われてもね、簡単だろうこれはとか思うんですけども、そうではないことが結構多くて、自然と解説をしなくなるっていうねところがありますけども、まあ塾生さんはね、結構自分で勉強してくるんで、というか質問しないですよね。わからないことは自分で咀嚼して、前おっしゃったことはこういうことなんですよねっていうふうな返信が来ると、ちょっとまあ心があったかくなるっていうかね、まあさすが真剣に考えてるなとか思っちゃうんですけども、今の時代そうですね、難しいことを簡単にする方法なんて山ほどあるんで、特に学がなくても全然取り戻せるなと思いながらのね、まあ普段の Q&A なんですけども、だいぶ Q&A の扱い方がね、まあ、分かってきたという方は結構 Q&A マニアになってきてですねわざとね、分かってることを聞いてくるような人も出てきましたね。随分頼もしいもんだなと思います。まあできればね、見た目よりも2割3割増しで問いかけても、もう答えてくるようなね、反応してくるようなたくましさがあってもいいのかなと思いますけども、もうちょっと甘く見た方がいいのかもしれないですね。まあ1秒の価値にしてもそうですけども、まあ1秒が大切なんてあんまり思わないですよね、ぶっちゃけね。でも1年も1秒の積み重ねでできてるんですけどね、だから過ぎ去った1秒っていうのは1年を欠損したことになるっていうようなことに、まあ、なかなか居つかないのかなと思いながらの日々でございました。ちなみにね、最近ね、バブル崩壊物件っていうのが結構安く出てて、最近まで人が住んでたから、そのまま水道や電気やガス使えるそうなんですよ。吉田さんがね、今引っ越しをお考えでしたら、でかい一戸建てなんてのはね、いいかもしれないですね。まあでも、あれですよね、維持とかが大変ですよね。一人ででかい家に住んでてもね、使わない部屋って朽ちていくでしょ、結構。そこであとね、床がね、ベコベコにへこんでいくんですよ、30年ぐらいで。張り替えないといけないですからね。だから、やっぱ一人なら賃貸とかがいいんだろうなと思いますよ、やっぱりね。まあじゃあまあ、いってらっしゃい。